皆さんこんにちは。1985年ショパンコンクール優勝者のスタニスラフ・ブーニンさんが帰ってきました。まずは速報となります。まず幕が開くとブーニンさんがピアノの前に座っていらっしゃいました。この日7月18日は海の日ということで、まずブーニンさんの伴奏と朝岡さんのリコーダー演奏にて浜辺の歌を披露されました。しばらくぶりのブーニンさんの指から奏でられる音でした。前半はトークショーで、こちらの1985年のメダルが小さかったのは当時のコンクールの予算のためでしょうとのこと。時々会場を和やかにするお話もされていました。観客のほとんどは女性の方で、昔からのブーニンさんのファンが多かったように思いました。当然ながらブーニンさんが19歳で初来日された時とはお年を召していましたが、そんなに変わっていない印象でした。後半はリサイタルでしたが、少しびっくりいたしました。ブーニンさんは左足を少し引きずりながら登場されました。左足はリハビリのためか、約20センチほど厚みのある少々重たそうな靴を履かれていました。また左肩にも厚みのある丸い膨らみがあり、こちらもリハビリ中の様子がうかがえました。ただ幸運なことに両手と右足は大丈夫だったことです。いたわりながら良いところを聞こうと思いましたら、その演奏は素晴らしく、とても繊細かつダイナミックな演奏はまさに全盛期と同じで、思わず涙が。大きな拍手とブラボーの声があちこちから。花束を渡す方とお手紙を渡すお子さんがいらっしゃいました。なんとか膝をかがめて受け取る姿にも感動です。そしてアンコールはショパン。